はい、皆さんこんにちは。いよいよハスラーのエンジンルームをいじっていきたいと思います。エンジンルームのカスタムで一番初めにいじりたくなるのが吸気系ですよね。吸気系といえばエアクリーナーをいわゆるキノコ型というむき出しタイプに変える方が多いと思います。キノコ型とか毒キノコ型って言ったりしますけど、まあエンジンルームを開けると見るからにカスタムしてますよっていうのがわかるパーツです。剥き出し型に変えるとエンジンルームがガラッと変わるだけでなくって走りの質もガラッと変わるみたいです。まあ、ただこの剥き出し型っていうのは、僕カーカスタムの初心者なんで詳しいことは分かんないんですけど、エンジンルームの中の空気をもうダイレクトに吸うので、それが結構その寿命とかに響いたりするというのは聞いたことがあります。また中速域より上の加速はすごく良くなるんですけど、低速のトルクがちょっと落ちるっていうのも聞いたことがあって、必ずしも剥き出し型がいいっていうわけではないみたいです。すいません、エアクリーナーのことそこまで詳しくないので、もっと詳しい方いらっしゃったらぜひコメント欄で補足とかしてください。よろしくお願いします。話を戻しまして、どの車にも初めからついているこの四角いタイプのエアクリーナーが純正交換型とか純正交換タイプっていうそうです。その名の通り、車に初めからついているこういう形のエアクリーナーを交換していくというタイプですね。このタイプのエアクリーナーに関しても結構いろんなメーカーからいろんな性能のエアクリーナーが出てるみたいで、その劇的に変わるっていうわけではないみたいなんですけど、そのフィーリングが若干変わるっていうものもあるみたいです。あとは純正交換型の方が剥き出し型よりも寿命が長くなる傾向があるみたいで、これどっちにしようかなってすごく悩んだんですけど、僕が最終的に行き着いたカスタム案はこんな感じです。1. エアクリーナーは純正交換型のままより吸気ができるフィルターに交換する。 2. エンジンルームのカスタム感を出すためにエアインテークパイプを交換する。まずエアフィルターに関しては、長い目で見て安心の純正交換型のままより吸気ができるものに変えようと思いまして、なおかつメンテナンスがしやすいエアフィルターに交換しようと思いました。僕が今回選んだのはブリッツのサスパワーエアフィルターです。こちらのエアフィルターにするとよりパワーを感じられるようになって、なおかつメンテナンスが自分でしやすいというメリットがあります。もともとハスラーについている純正のエアフィルターまだまだ綺麗なので、それが汚れてから交換でも良かったんですけど、少しでも走行性能が変わるんであればということで交換しようと思いました。もう一つはエアインテークパイプっていうところなんですけど、エアインテークパイプはこちらの部分ですね。そもそもエアインテークパイプっていうのは外から吸入した空気をエンジンに効率よく送り込むためのパーツです。今回僕はこちらのエアインテークパイプに交換しようと思います。テイクオフのステンレス製のエアインテークパイプです。純正の黒の少し柔らかいエアインテークパイプからステンレス製の硬いものに交換していくってことになるんですけど、交換したからといって何かが劇的に変わるっていうわけではないです。単純なドレスアップアイテムですね。一つだけ変わるとすれば、ブローバイホースっていうこのエアフィルターにつながっているホースをエアインテークパイプに直接つなげることになります。こうすることでエアフィルターを極力汚さない設計になるみたいです。さあ、説明はこの辺にして交換していく様子をお伝えしていきたいと思います。
交換完了です。見てください、見るからにカスタムしてますよ感がすごいですよね。エアインテークパイプの交換がちょっと苦労したんですけど、ブローバイホースの外し方が最初わからなくて、いろいろ試行錯誤をしたんですけど、結果的には556オイルを少しかけてあげるとなんとか抜くことができました。さあ問題はエアフィルターを交換したことでどれくらい変わったかですよね。まずは近所迷惑にならない程度に少しエンジンを吹かしてみましょう。はい、で実際に走行してみたんですけど、正直走行のフィーリングとしてはそこまで劇的な変化はないです。一番変化が感じられたのは、先ほど聞いていただいた通り、エアフィルターの空気が通る音、このプシューっていう音がすんごい聞こえるようになりました。剥き出し型のエアフィルターに交換するとそういうスポーティーな音が聞こえるようになるらしいんですけど、今回純正交換型にもかかわらずブリッツのサスパーエアフィルターに関してはめちゃくちゃ音が変わりました。上り坂とかでエンジンの回転数を上げた後にアクセルを離した瞬間にプシューっていう音が聞こえるのはなかなか気持ちいいです。今回動画は撮れてないんですけど、運転中車内にいても結構聞こえます。あとは吸気が良くなったせいなのか、マフラーの音が若干大きくなったような気がします。あくまでも個人的に気がしますっていうレベルの感想なので、参考までにお願いします。はい、最終的にブリッツのステッカーも貼って吸気系はこんな感じになりました。ステッカー貼るとよりカスタム感が出ますよね。こうやってピンポイントにアクセントを入れるだけでもエンジンルームが映えますよね。エンジンルーム内のカスタム、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回の商品ですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。